正面気味からだんだんと側面気味に移っていくので情報が乏しくなっていくんですよね。だから僕こういう撮り方はあんまりしないです。だんだんと豊かにしていく。はいどうも、フレームインからのとしやです。今回はね、ジンバルを使ったカメラワークについてちょっと解説してみたいなと思います。ジンバルが大好きなんですよ。ジンバル大好きなんですよね。でジンバルね、結構もう皆さん持ってる方多いと思うんですけど、ジンバルってね、手ブレを防止するためのものじゃないって思ってて、まあ実際ね、手ブレを防止するんですけど、ジンバルでしか表現できないから使うっていう感じで使ってます。で僕がね、その結構ジンバルを使った動画を撮ることが多いんですけど、僕はね、動きと変化っていうのを意識しながら撮影してます。で、だからとにかくね、動かして変化をつけるんですよね。動かして変化をつける。例えばその今流行ってる結構シネマティック Vlog みたいな、その遊びに行ったり旅行に行ったりした時に撮影した動画をなんか BGM に合わせてええ感じに作るみたいなとか、僕とかで言うと結婚式の前撮りムービーとかも作ったりするんですけど、そういうのだったら、とにかく動きと変化を意識しながら、もうジンバルばっかり使って動画を作ったりします。むやみやたらに動かすっていうのは違うくて、視聴者に何を感じてほしいかとか、どういう風なところを見てほしいかとか、まあ、そういったところをより動きと変化を気にしながら効果的に動かすみたいな感じですね。というわけでね、僕が思う効果的じゃないなと思う撮り方と、これだったら多少効果的になるんじゃないっていう動画を今回のために撮影してきたので、そのあたりをちょっと見比べてもらえたらなと思います。まず、効果的じゃないなと思う動画から、こちらですね。まずこちらからですね。こんな感じ。まあその芝生の上を女性、ともちゃんですね、ともちゃんが歩いているっていうだけの動画ですね。でこれが 18mm で撮影してたもので、次が 55mm、 状況は同じですね。うん、まあ、普通に歩いてるだけの動画なんですけど、これ何が効果的じゃないかっていうと、動きと変化って僕さっき言ったんですけど、確かにこう被写体がこうこっちに来てるから、僕もジンバル持ちながら後ろに動きをつけてるっていう、だから全体で言うとカメラとしてはこう後ろに下がってる、フォローって言ったりドリーアウトって言ったりするんですけど、カメラの動き的には。ただ変化がないんですよね、この動画を見てても。背景であるこの下に映ってる地面のところは多少こう地面がこう後ろにバーって動いてるんで、そこの変化はあるんですけど、じゃあ地面の色が変わったのかとか、芝生から砂利になったのかっていう変化が一切なくて、ただただ動いてるだけ。だから変化に乏しいんで、僕はこれが効果的じゃないなって思うんですよね。なんか変化に乏しいなって思うわけですよ。変化に乏しい、これも変化に乏しい。でも僕はやっぱりそのジンバルで動きと変化っていうのをつけたいので、こうしたら効果的じゃないかなっていう同じシチュエーションで撮ってみたんですけど、こんなんとかこんな感じ、まああんま変わらんやんって感じなんですけど、まあ、僕がこの同じシチュエーションで撮るとしたら、やっぱりね、背景とかに変化をつけたいので、こうして撮ると後ろのこの奥にある生えてる木とかがこう、僕がこの旋回してるんですよね。ただただ後ろに歩くんじゃなくて、ちょっと旋回する、後ろに下がりながらちょっと旋回みたいな。旋回っていうのは被写体の周りをこうぐーっと同じ距離を保ってちょっと歩くみたいな感じですね、っていう撮影をしてます。
なので後ろの木々がこうブワーッと変わって、かつ被写体の、いろんなアングルも見れる。なんか最初は正面ばっかりだったけど、今だったら右側面がちょっと見えるようになってますよね。でそういう風に情報の変化もあったりするので、うん、いいんじゃないですかね。はい、でこれがあの 18mm 広角バージョンですね。でさっき撮った 55mm ちょっと標準域ぐらいの感じ、これで言うと僕だったらこういう風に、まあ、さっきというかその1個前の 18mm と動き的にはあんまり変わんないんですけど、これもやや旋回、引き後ろに歩きながらちょっと旋回っていうカメラワークも加えているのと、カメラの高さをちょっと変えています。ちょっと下げたりとか、この地面が広く映ってたのでそれは必要ないなと思ったんで、こうやって動きをこうバーって見せて、かつ被写体の横顔ぐらいまで歩いちゃうみたいな、っていう風にやっぱり僕は被写体の背景を結構動かすのが好きなんですよね。そうすると結構ダイナミックな表現ができるので、こういう風に変化が乏しい環境だなと思ったらカメラの方で変化をつける。もちろんね、その撮影する場所を変化が激しい場所で撮るっていう方がいいかなと思うので、ちょっと場所も変えてみました。こういう感じ、なんかサイズ感はさっきと似てると思うんですけど、こういう風に場所を変えました。なんで変えたかっていうと、こうすると例えばこのカットで言うと、右上にどんどん桜、ちょっと桜って認識しづらいですよね。これ右上桜なんですよ。これこの桜がだんだんと見えてくるんですよね。これって変化なんですよね。だんだんと情報が増えていくみたいな。でも左上にある木とかは、だんだんちっちゃくなっていくんで、その分情報が少なくなっていく。だからその情報の上下で変化が、出てくるかなと思います。こうしてるとより歩いてるって分かりやすいですよね。さっきだと背景が変わらないので歩いてるか分かんないんですよ。でもこれだったら歩いてるって伝わりやすい。横のね物体、木とかが結構大きくなったりちっちゃくなったりするので、そのダイナミックさが、歩いてるっていう情報をより分かりやすくしてるわけですよ。はい、でこういうのもいいし、例えばこういう場所、横から木がふーんって左から、で次右から、両方か、ふーんってこう横切るみたいな、この物体を横切るっていうか、そういう感じの絵が撮れれば結構ダイナミックさも表現できるし、歩いてるってより伝わりやすいかなと思いますね。結構ね、だからアーチとかアーケードとかそういうとこ通るときって結構ダイナミックな表現、しやすいっていう印象ですね。こう横切ったり、そういうその通過するところってね、結構ジンバルの広角レンズでは効果的に撮れたりするので、個人的におすすめですね。通過するみたいな、そう通過するですね。ワードセンスがちょっとなくてごめんなさい。で通過するの話ね、ちょっとここ飛ばして、これとかこれも通過してるんですよ。ちょっと伝わりづらいんですけど、下の方にこの橋の横の部分がこう通過していってるの分かりますかね。でこう橋を通り過ぎたみたいな、これも一種の情報の変化ですよね。だから通過するとかはいいですよね。で振り返って見てみると、これって通過してないんですよね、何も。うん、これ通過してない。うん、これ通過してますね。桜の木々をこう通過してる。そう、通過ですね。そう。はい、プラスなんかこういうのもありかなと思います。こういうふうに足元からこうグワーッとやることで、これも情報の変化ですよね。グワーッて、しかもダイナミックさもあるし、最初は空が見えてないけど、だんだんと空が見えてくるっていうダイナミックさも表現できたりするんで、僕こういうカメラワーク好きですね。下からブワーみたいな。はい、でちょっとパッと見てもらった通り、ほぼ 18mm のレンズなんですよね。僕 55mm でジンバルで撮るのとかも大好きなんですけど、やっぱりその情報の変化でいうと、広角の方が背景にいろんな情報を入れれたりするので、広角レンズの方がダイナミックさは表現できるんじゃないかなと思ってます。はい、っていう感じですね。で次ちょっと別パターンいってみますね。
はい、続いて、旋回っていうカメラワークなんですけど、旋回っていうのはこう被写体を一定ほぼ一定の距離を保ちながらこうぐるーっと回るみたいな撮影の仕方です。というわけで、まずちょっと僕があんまり効果的じゃないなと思う、撮影からこんな感じ。僕があんまり効果的じゃないなと思う理由としては、この旋回する理由っていろんな側面が見えたりするっていうところなんですよね。例えば、冒頭でも見せてましたけど、右側面からこう左側面にこう映るだと、その人のいろんな表情が見えたりするので情報の変化があったりするんですよね。だから効果的だなと思うんですけど、このカットで言うと最初から見えてるのって、右かな、右側面からほぼ右側面をもっと右側にしただけなので、あんまり変化がないんですよね。変化が乏しいなと思うので、例えばこういう撮り方をすると、左側面からこう右側面に移っていくみたいな撮り方をするとより変化が出てくるのでいいんじゃないかなと思います。だから僕は普通にとかよくこういう撮り方しますね。もうめっちゃ旋回する。で、基本的にその人ってやっぱ正面気味が一番、この正面気味がやっぱ一番見たいと思うんですよ。人ってやっぱ目に目がいくので、こういう風にこう正面側の顔がやっぱり気持ちいいと思うんですけど、ちょっとここで僕やりますね。こう回転してこうだんだんと側面からだんだんと正面に向かっていくっていう撮影だと、だんだん顔が見えるんで視聴者はね割とノンストレスになるんですけど、正面からこう側面に行っちゃうと、もちろんそういう表現もありますけど、基本的にはこう正面から側面に行っちゃうと情報がこう乏しくなっていくんで、でもこの逆で側面からこう正面に行ってあげると、どんどん情報がこの膨らんでいく、豊かになっていくっていう印象があるので、人物を撮る時のカメラワークとしては見えてないところから見えてくるっていう表現の方が基本的にはいいですね。もちろんその背景とかにもよりますけどね、その横顔が美しいからだんだん横顔にするとか、まあ、そんなのは別として、基本的には情報が乏しい状態から豊かにしていくっていう撮り方の方がいいかなと思います。はい、だからこれだと正面気味からだんだんと側面気味に移っていくので、情報が乏しくなっていくんですよね。だから僕こういう撮り方はあんまりしないです。だんだんと豊かにしていく。もちろんこの動画に波をつけるときにだんだんと乏しくしていくっていうカットもあった方がより緩急はつけれるので、もちろんそういうカット撮り方をしないっていうわけではないですけどね、基本的にはっていうところですね。はい、でこれも僕はあんまり好きじゃない撮り方なんですけど、これ全然悪くないように見えるんですよね。さあこっちの撮り方とじゃあ何が違うねんっていうところじゃないですか。僕がジンバルでこうカメラワークつけるときにめちゃくちゃ意識してるのが、このカメラワーク中どのフレームで止めても構図が安定しているっていうのはもう絶対条件なんですよ。だから常に構図を安定し続けながらカメラを動かす、これは絶対僕の中で必須条件なんですけど、被写体ってこう向いてる方を開けるっていう基本があるのって皆さんご存知ですかね。でこの僕がその言う OK 例で言うと、このカットの最初ってこの女性ともちゃんは左向きなんですよ。だから左側は空間開けてるんですよね。でだんだんと正面に回ってきて、正面来た時はだいたい正面あたり、まあ、こっち向いてるんでどっちを開けるとかっていう必要はないので、でだんだんと右向いていくんですけど、右向いた時は右に空間開けてるんですよ。だからどこで止めても構図が割と安定している、こんな感じでね、うん、向いてる方を開けるっていう基本に準ずるのであれば、どのフレームで止めても安定してるんですよ。ただこのクリップ見てみると、最初左向いてるけど被写体が中心にいるんですよ。だからここで止めた時に今安定していないので、僕の中ではノーグッドなんですよね。で正面に来たら正面、これは一緒ですね。でこう右向いた時にも
ずっと正面みたいな。だからジンバルでカメラワークしてる時はどこのフレームで止めても構図が安定しているっていう、構図を安定させるっていう意識で撮影するといいんじゃないかなと思います。こういうカメラワークもしたりします。ドリーインドリーアウトって言ったりするんですけど、これも 18mm で撮ってますね。うわーってこう下がることで、下がったり寄ったりすることでこの背景の情報がめちゃめちゃ変化してるの分かりますかね。めちゃめちゃは変化してないか、結局そんな変わってないけど、ダイナミックさは表現できるのと、空の範囲がだんだんと広くなっていってますよね。こうバーッと映る範囲が、だから結構これはね、その壮大な場所で撮るとすごいいいと思いますね。海とか山とか結構大きい背景のところで撮るときは結構いいんじゃないかなと思います。その時に広角レンズがおすすめですね。 55mm でも撮ったんですけど、これは背景っていうより被写体をこうフォーカスするみたいな撮影の時にいいんじゃないかなと思います。だどっちを撮るかですね、被写体を見せるのか背景を見せるのかっていうところでレンズ選択は必要になるかなと思います。はい、続いて今までそのフォロー、旋回とかね、ドリーインドリーアウトとかでちょっとご紹介してきたんですけど、最後にね、僕がめっちゃ大好きな撮影の仕方というか、このカメラワークに名前をあえてつけるのであれば、もうダイナミックフォローですかね。ダイナミックフォロー、ダイナミックにフォローする。ダイナミックってなんやねんって話ですけどね。ダイナミック、まあニュアンスでそこはちょっと受け取ってもらえたらありがたいんですけど、ちょっと再生するとこんな感じです。みたいな感じです。これって手持ちじゃ絶対に表現できる、もブレまくった映像になるんですよね。まあね、なんでかっていうと、僕の動きとしては被写体ともちゃんが歩いてるのをこうスライドでこう折って、でカメラを上げてスマホを取り出しました。それを旋回で撮って、でだんだんとカメラの位置を下げながら被写体の向いてる方を開いてこうファッみたいな感じで撮ってるんですよ。僕はね、なるべくワンカットで情報とか動きとか変化を見せて撮影するっていうのがね結構好きで、こういうのよくやったりするんですけど、広角レンズじゃ情報が入りすぎちゃうんですよね。確かに情報とか変化はめちゃめちゃ激しくなるんですけど、ちょっと安っぽくなっちゃう印象があるんですよ、 18mm とかでやっちゃうと。なので僕は今回 55mm だからちょい離れ気味で動きにこう変化をつけながらやったみたいな、ダイナミックフォローと言います。僕はこういうの結構好きですね。こういうの、足元を見せて歩いてる、あ、ベンチが映った、座ったんだな、ポッケから何か取り出す、あ、スマホを取り出した、あ、何かこう誰かと連絡取ってるのかな、で見上げたみたいな、だこのワンカットでめっちゃ情報が変化してるんですよね。こういうのいいですよね。はい、でさらにちょっと余談なんですけど、ジンバルってやっぱ皆さんに広角レンズを使うっていう印象が強いと思うんですよ。で確かに広角、僕も冒頭で言った通り広角レンズの方が情報の変化が激しいから、向いてるって言ったんですけど、向いてるって言ったっけ、向いてるって言ったんですけど、あの 85mm も僕よくつけるんですよ、ジンバルに 85mm で。そのちょっと撮ったクリップも見てほしいなと思ったので、よかったら見てみてください。まあ人によってはね、こういうカットって背景が目まぐるしく変わりすぎてるんで、もう 気分を害される人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、僕はねこういうカットにスローモーションをかけるのがめっちゃ好きなんですよ。こんな感じ、背景が目まぐるしく変わりすぎるんでスローをかけて背景の動きをちょっと止めるんですよね。はい、こんな感じ、 85mm めっちゃ好きなんですよ僕が。ジンバルに 85mm つけて、だから結構被写体と離れてますね。で被写体が動いてるとそれに合わせて僕も動くんですけど、
僕が動く距離って18ミリの時よりも何倍も速く動かないとダメなんですよ。移動距離が増えちゃうんですよね、85ミリだと。でその中でもジンバルをつけてなるべくブレないように歩いたりとかするっていうところで言うと、多少テクニックとか必要になるかなと思います。その向いてる方を開けるとか、さっき言ったのとか、構図も安定させながらなるべく早く動くみたいな、その辺って結構難しいところではあるんですけど、場所とかっていう情報を伝えたいということよりも、なんか被写体の表情とか感情とか、そういうところを伝えたい時に結構ジンバル85ミリっていう表現使ったりします。これも僕大好きでおすすめなので、よかったらそういうのもやってみてもらえたら嬉しいです。でちなみにね、そう今更なんですけど、僕が使ってたジンバルはこのジウンのウィービル S ってやつです。ジウンのウィービル S、 これめっちゃ好きなんですよね。とにかくちっちゃくないですか、ほら顔ぐらいですね。バッグにも入りやすいんでね、僕もめっちゃ大好きです。まああんまり重いレンズ載せれないんで、そこだけですね、気になるのは。あ、これその帰り道にちょっとジンバル 85mm つけたまま、ちょっと桜とかも撮ってみたんで、こんな感じになります。雰囲気的にはこんな感じとか、この木々のちょっと風が強かったのでね、なんかこんな感じになってますけど、綺麗ですよね 85mm。というわけでね、ジンバルのカメラワーク解説してみました。もちろんね、作る作品とかによって、もっと考え方とか撮り方って全然違うので、まあこういう撮り方もあるんだなぐらいに、気にしてもらえたらありがたいです。ちょっとこっから余談になるんで、まあ興味ない人はちょっとここで YouTube 止めてほしいですけど、以前ね、僕その防湿庫の動画出したんですよ。以前っていうか1個前かな。防湿庫届いたよっていう動画出したんですけど、そこでちょっとコメントいただいたんですよ。コメント、それ取っ手をドライバーで外して外側につけるんですよっていうコメントいただいたんですよ。これ説明書を僕が見た限り載ってなかったんですよ、そんなこと。っていうわけで今からちょっとドライバーで取っ手をつけます。はい、これですね、今取っ手がついてない状態なんですよ。だから僕開けるときに、この辺でこうグーってこう開けてるみたいな感じだったんですけど、確かに開けにくいなって思いました。言われてみれば開けにくいなって、こう開けたら取っ手あったんですよ。これここに取っ手が、このことは一切気にしてなかったです。というわけでちょっと取っ手つけます。あ、落ちた。これね、これね、これをこうね、おー、つきましたね。わ、開けやすいですね、非常に。普通かな。うん、いいですね。はい、取っ手がつけれました。ありがとうございます。コメントいただきありがとうございます。もうあのコメントなかった、多分あの取っ手は一生日の目を浴びることはなかったかもしれないですね。というわけで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今回の動画がね、ちょっとでも参考になったよって方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、以上になります。ご視聴ありがとうございました。さよなら。